ドジャースにとって悪夢のような幕切れだった。14日、日本時間15日のタイガース戦、コメリカパークは、9回まで3対2とリードしながら、ラミレスが3塁打と敵地打を許してあっという間に同点。バント処理を誤って無視1・2塁とされると、最後はペレスの送りバントをまたラミレスが悪送球し、3から4とさよならナリーグ西地区で首位を独走するチームが、 まさかのお粗末プレーで連日サヨナラ負けの屈辱だった。前日も9回に5点差を追いつかれ、延長タイブレークの10回にサヨナラ負け。この日は初回に3点を先制したが、追加点が奪えず、ブルペンデーのリリーフ陣が踏ん張れなかった。試合後、ロバーツ監督は地元局、スポーツネットら、に対し、前半戦の終わり方としては、間違いなくもどかしいものだった。 9回に最善の投手、ベシアを使ったら10回は野手が投げなくてはいけなかった。使える選手が残っていなかった、と苦しい台所事情に顔をしかめ、エラーのラミレスはとてもイライラする回だった。冷静さを持とうとしたが、結果は明らかに自分の思い通りにならなかった、と肩を落とした。